はい、どうもこんにちは。なんかちょっと近いんじゃないかな大丈夫大丈夫です。だいぶ接近してないはい、スプレーチャンネルです。よろしくお願いします。はい、今日もよろしくお願いします。珍しいでしょ、これ。はい、バック紹介したいと思います。初ですね。初ですね。はい、はい、聞いたことあるかな、これ。レインオーシャイン。レインオーシャイン、なんかハイカラな名前だけど。そうですね、なんかもう名前からしてハイカラなハイカラって昭和だからここのレインオーシャインバックブランドなんですけども、はい、何がテーマかって言ったら、はい、もうなんせかっこいいとかかわいいとか、あ、やっぱこうファッションっていうジャンルをすごいこう意識してるバックブランドなんでね。なるほど。まあ、当然こうスノーボード、スケートボード、サーフィンっていうそのアクションスポーツからインスパイアされてるものたちばかりなんだけど、はい、でも一番に来るのはファッションですよね。まあ、こう身につけたくなる、はい、かっこいいかわいいっていうところが一番重要な。そうですね、ところですね。やっぱりそこも大事ですよね。そうそうそう、まあ、せっかくこうね、身につけるものを、背負うものを、手に持つもの、やっぱかっこいいとかかわいいとか重要だと思うんだよね。いや、重要だと思います。昨日も大事だけど、そう、やっぱり昨日大事だけどかっこ悪かったらうんってまあ一番最初に来るのがかっこいいかわいいとかっていうファッションで、はい、でも昨日もすごいんですよ。はい、うん、まあ、そこが昨日が乏しければ成立しないんだけど。そうですよね。そうです、はい、紹介したいのはまずバックパックです。はい、はい、33リッター26リッター、はい、13リッター10リッターってもうすごい細かく出てるんだけど。すごい設定ですねそう、33リッターは、はい、もう本当にガチのバックカントリーでも使えるようなですね、うん、かなりテクノロジーがギュッと詰まってる感じですよ。はい、まあ、背面ファスナーで荷物の出し入れも、まあ、サイドファスナーもメインの荷室を直接アクセスできるようにもなっていて、はい、はい、まあ、一番外側にはアバランチが、プローブとかシャベルとか、全て外側に、一番外側に入るようにも出来上がってる。はい、かなり考えられてる。もう見るからにガチ中のガチってやつですね。もうファスナーも全て止水ファスナーを使ってるので、はい、本当にしっかりしてるなって思います、これ。はい、もう腰のハーネスも大きい、ポーチ的なファスナー、ポケットが付いてるので、すごいですね、これ、なんなの本当にね、こう工具からもうちょっとしたワックスギアまでなんか入るんじゃないかなって感じが、ね、うん、しますね。はい、すごいです。33リッター、使い勝手のいいサイズだと思います。はい、これ続いて次に大きい26リッターっていうサイズですね。はい、トップに めがけてちょっとこう細身になってるっていうさっきのデザインからですよね。はい、これもでもこう形がやっぱすごいかっこよくて、はい、トップにかけてシェイプが細くなってるから腕の振りもこうあまり邪魔しないんでね。あー、そう、なるほど。すごいデザイン的にもすごいいいです。いや、これマジでかっこいいそう、これも一番外側のアウトファスナーはプローブとシャベル、シャベルのブレードも全部アバランチギアが入るようになってて、はい、これも背面ファスナーですね。はい、スノーボードを外からつけといても背面からアクセスできるようになってて、はい、これとてもいいです。いや、これ確かにすごいテクノロジーですけど、おしゃれって感じやっぱします。いや、そうなんだよね。はい、そう、で後で説明しようかなと思ってたんだけど、はい、その33リッターは、はい、黒だけ。あ、そうなんですね。やっぱこれ多分専門的な感じで。なるほど。そう、もう本当にバックカントリーで使うっていう感じなので、もうこう黒に多分特化して作ってる。ああ、住み分けしてるんですね。そう、26リッター、13リッター、10リッターっていうのは、まあ、これカタログあるんだけど、はい、共にこう黒と、ブラックベージュっていうのと、はい、これ DKC カモって言って、はい、サポートのデカ長デザイナーね、グラフィックデザイナーがデザインしてる DKC カモ、はい、この3色で26リッター、13リッター、10リッター3種類作ってます。はい、まあ、色も選べるし、はい、すごいいいなと思いますよ。いいですね。これ26リッターです。続いて、はい、これ多分一番人気なんかなっていう。あ、そうですか。そう、13リッターっていう。なんかちょうどいいサイズですね。そう、なんでこれが売れてるかって言ったら、はい、近年バックカントリーが流行ってるっていうのと、はい、スキー場エリアにゲートって言われる、はい、まあ、スキー場が管理区域外のパウダーゾーンを開放するようになって、はいはい、でもそこからはもうバックカントリーエリアで、はい、もうスキー場が管理してないエリア、はい、ちゃんと装備持って出てください、はい、うん、もう自己責任ですよ、こっから先は。そうです、うん、
なのでさっき言ったその三種の神器って言われるビーコンつけてプローブとシャベルを持ってっていう感じがちょうどいいサイズなんです。なるほど。そう、言い方あれだけどエチケットザックなんて言い方もあって、エチケットザック、そう、要はこうバックカントリーをするエチケットっていう、はい、ちゃんとギア装備持ってますよっていうのをエチケットとして、最低限度として、そうです、うん、まあ、それが一番ちょうどいいっていう、入るにちょうどいいって言われる13リッターって、去年ももう品切れ続出で、あ、そうなんですね。そうなんです、今年はしっかり準備してますよちょっとしょってみたいと思います、はい、13リッターで、ね、本当にこうシンプルで、はい、あまりごちゃごちゃせず、はい、あ、ちょっと変更点あるんですよ、はい、腰のハーネスのところをサイドバックルで止めてるんだけど、はい、これセンターバックルになりますね。あ、そうなんですね、うん、こう当たらな、かがんだ時に当たらなかったりとかってするところからサイドバックルだったんだけど、こう外した時にこう片側がブラーンとこう下がっちゃうっていうところから、あ、うん、なるほど、そう、なんか挟まったりとか、まあ、リフトの手すりに挟まったりとか、逆にこうちょっと踏んづけやすくなったりとか、うん、するのでセンターバックルになるっていう、なんかメーカーから連絡来てました。はい、まあ、全てのやつについてるんですけど、はい、このストラップ部分に、はい、ベルクロのストラップがついてるんで、はい、まあ、こういうねカメラとかのガジェットとかがこうつけやすくなってて、僕の大好きな GoPro じゃないですか。そうそう、これ監督のやつ借りました借りパクじゃないよ、まあ、ストラップはこうしっかりフィットさせれば、落ちないようにフィットさせることができるので、はい、まあ、撮影したりとか手で持つよりも、ここにつけて、一緒にライディングしたりとかっていう感じも可能になるストラップもついてますね。でこれやっぱり使い手として、うん、グリップつけたまんま、うん、すぐさっとそこにつけれるのは嬉しいです。ああ、そうなんだね。嬉しいです、うん、まあ、結構ねやっぱ手で持って滑ったりとかもいいんだけど、スタイル的にもね、はい、うん、何かにつけてるっていう方がなんか手も自由に動かしやすくていいかなって。そうですね、うん、でこのストラップも便利だね。いちいちそのグリップを外さなくていいっていうのがいいですね。ああ、そうかもね、はい、うん、形もなかなかいいんじゃないかなって気がする。いや、ほんとそのテーマ通りおしゃれですね。そう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 、はい、うん、こうスキー場ゲートくぐるかもしれないって、そのパウダーエリアパウダーゾーン行くかもしれないって言ったら、一回一回車にザック取りに行くのもめんどくさいから。そうですよね、うん、で一回しょったらやっぱずっと長いことしょってると思うんだよね、はい、きっとね、はい、うん、だったらまあおしゃれでかっこよくて、そうですね、うん、しかもあんまり大げさじゃないっていうね、はい、うん、確かに、で上にもこの小物入れのファスナーついてたりとか、あー、うん、嬉しいな。アメちゃんとか入れちゃうでしょこれ。アメちゃん入れたいですねこの3色ありますけどね、はい、ブラック、ブラックベージュ、DKC かも、ね、はい、で今年から新しく、はい、さらにちっちゃい10リッター、さらにコンパクト、そう、さらに体に近い、はい、薄いザックだと思います、はい、みんな心配してたのはやっぱプローブってある程度の長さがあるから、はい、プローブ入るんですかって聞かれたことあるんだけど、はい、それメーカーにも確認しました、はい、入ります、入ります、バッチリ、ありがとうございます、はい、13リッターとの違いは、はい、このスノーボードを装着できるストラップがついてるかついてないか。あ、本当だ、よりシンプルで板もしょうがない、もうゲートからただ外に出るっていう、本当にサイドカントリーを楽しむだけのザックっていうかね、うん、いやでもこれ確かに板つけなくてもいいよって、コンパクトで薄くてっていうのって、うん、ちょっと嬉しいかもしれないです。ああ、そうかね、はい、うんうん、なんなら普段も使えるからストラップをこうザックの中にしまったりとかもできるんだよねこれね。あ、嬉しい、それ。そう、だから腰のハーネス使わないで普段使い、冬じゃなくて夏も、うん、あ、使ったりとかもできるから。夏も、そうそうそう、確かに、うん、じゃあ、 あれですね、手軽にそのスケートやサーフィン、それからあのタウンユースとか、そう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 、そういう時でも気軽に使えるとか、ね、そう、ちょこっと着替え入れたりとか、だからフェスとかもいいよね。あ、うん、いいっすね、ね、うん、その時いいかも。カッパ入れたりとかね、はい、うん、これもアメちゃんポケットついてますからねそれアメちゃん用ではないです。アメちゃんではないです、アメちゃんも入るそんな感じの10リッター、13リッター、26リッター、本気の33リッター、はい、もう充実した4サイズですよ。ですね、はい、これバックパック超おすすめですよ、はい、特にこの小さいザックバックパックはあまり作ってないんだよ、どこのメーカーもね。言われてみるとそうかもしれない、うん、やっぱ20リッター台前半とか多くて、なかなか10リッター台、しかもこんな2サイズ出てるとかってなかなかないので、はい、ここはもうチェックだと思います、はい、
まあ、いろいろ出てて、こうウエストバッグ、ウエストバッグもさらにこう腰のハーネスがついてて、こうグラグラ動かないようなものだったりとか、これ面白いんですよ。こうハイバッグのツールボックス、ツールバッグ。すげえ、かわいい。なんかこうドライバーとかこうちょっとした工具とかだったら結構ゴツゴツしてて転んだ時に痛かったりとか、はい、うん、こうハイバッグの後ろで、まあ、ウェアかぶしちゃったらこうさらに見えなくなっちゃう。おお、うん、ただハイバッグのこう外側からベースプレートを一緒にこう巻くような感じで止めちゃうから、はい、リフト乗ったりとかすると後ろ足につけるとハイバッグ倒せなくなるから、あの前足につけてくださいね。あ、なるほど。あ、確かにそうですね。そうそうそう、うん、はい、こんな小物類、こういうね、洗濯物とか濡れ物とか入れてもいいように、ランドリーバッグっぽい感じも出したりとか。あ、これも別で出てるんですか。そうですね、へ、こんなバッグも出てたりとか、さらにさらにさらにこんなどでかい、でかこのこうでかい、リュックのようにしょったりとかする、もうツアーにはもう最高だと思うんだよね。なんかスケートボードをつけて転がすような感じのストラップがついてたりとか、へ、うん、もう本当に大容量なので2泊とか4泊とか行くような感じだったらもうこれぐらいでかい方が確かに、うん、いいかもしれない。これはもうなんか心強いですね、うん、そう、こんな大きいバッグも出てます、ね、はい、もう本当にかっこよくておしゃれでなおかつ使い勝手がいいっていう、そんなバッグブランドですよ。はい、覚えてください。レインオアシャイン、レインオアシャイン、はい、レインオアシャイン、レインオアシャイン、はい、レイン、しつこいレインオアシャイン、よろしく。どうもありがとう。ありがとうございます。よし。